こんにちは。千葉だけ入ったよ。こんにちは。ブラートパーソナリティのうちせらです。2018年8月20日土曜日12時回りました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。お久しぶりに。はい、よろしくお願いします。超久しぶり。超久しぶりですね。1ヶ月どころじゃないんじゃない?1ヶ月ぐらいですかね。ね、わぁ、その間ずっとおじさん一緒だったんだ、私は。何なんですか?なんかおじさんさんに高かった。ねえ、かわいそう。盛り上がりました、それなりに。おじさんトーク。そうそう。おじさんね、合わすの上手なんで、若い子に。心が若いからね、おじさん。うん、はい。今日、沖縄は9本中日、で、もう街がどこ行っても混んでる感じですね。あ、混んでました。混んでました。雨降ったのもあるからかな。私が来るわけないけど、いいんですよ。タッコさん、暇でだね。やっぱり。暇で。ねえ。セイラさんがね、実は一発目。うんみんなやっぱお盆なんかないか。そっか。なんかね。お盆、うん、お盆やりました。バッチはやってるみたい。けど私なんか別になんか、お母さんの兄弟が多いから、あんまり必要とされてなくなって、うん、おいでとも言わないし、うん、何も言われないね。何も。なんでなんで?怖い。気づかないけど。びっくりした。いやー。なんか、なんか、なんか。写真を撮り始めるからあでも沖縄のお盆ってやっぱり沖縄市特に中部方面は、うん、ね道順ねあそうそうそうねねなんで真夜中までやるからねねあれ面白いのが本当にね夜中まで、ね、みんな、うん、やってるよね昨日2時ぐらいにドライブしてたんですけど、うんうん、やっぱ高校生とかが、うん、みんな歩いてる普通に道を、うんうんうん、で警察も横を通るんですけど、うん、もう言わねえなんかいいですよねこの沖縄のっていうか、そうね、道順ねしてる高校生は免除みたいなね。そうで、エーサーしてる子たちが、青年会の高校生だったりするから、うん。早く中学生からね、青年会入る子だから、さすがに、まだいないかもしれないけど、でも若い子たちばっかりね、大体たちも。面白い。うん。最終日が結構ね、みんな重要視するから、お盆は。は今日は、どこも。にぎやかになるんじゃないかなと思ってますが、はい、あいにくの雨でした ね, 雨だ ね, ねえでも雨じゃんちょっとずっとグズグズしてますねえエース大国ベロンベロンにならないことを願います、ねうんはい、皆さんコメント来てますねしぱみさんじゃあこんにちは元気にまたクラブからの朝がいるまたしぱみさんおじいちゃんなのにおじいちゃんすごい。クラブ。マジか。いくつぐらいなんでしょうね、シュプリーム。なんか、あ、おじいちゃんになってるんだよね。うん。ね、二十歳の時に産んだ子供が、また二十歳ぐらいでくれればね。ああ、早いね。はいはいはい。はいはい。トロンボンさんも来てますね。はい、こんにちはって来てます。この、体量治りましたかね。高熱39度って言いましたよ、トロンボンさんは。まあ、9度まで来るとね、ちょっと、まで来る。大人の高熱はね、まれだからね。でも、しんどいですか。大人の高熱ね。あと、夏、風もいたな。うん。うん。アイニーさんも来てます。アイニーさんの名前の通り、沖縄は青いですよ。今日ずっと雨。うん。こんにちは。こんにちは。はい、パパさんもリクエスト頼んでいいですかって。うん、なんでもありですよ。ぜひ、ぜひ。はい。ということで、ちょっと今日の、そろそろ進みましょうか。はい。テーマは、バイバーイお盆ので、私久しぶりに来て、お盆うるさい。いいな。お盆なので、お盆っていうテーマもいいんですけど、多分この、お盆のするすると、お盆からちょっと発生して、バイバーイということで、飛びますけど、だから、バイバイしたい、したい、バイバイしたいこと、はいはい、なんか、さよならしたいもの、さよならしたいこと、なんでもないです。バイバイをテーマにしましょうか。物の売り買いの方のバイバイでもいいですけど、
何でも何でもいいです。確かに、はい、って感じ。トロンボーさんまた不調です。長くない？病院行ったらいいよ。でも帰って病院行きます。でも1週間もかかるかな。ずっと不良が続いてる感じです。うん、そんなにと行かなくないですか、病院。はい、ね、最近でも行くようにしてます、私。うん、すぐちょっとワイナって行くようにしてる。声出なくなったりするからね。うん、まっかね、辛い。この間の、うん、隣的な時の席がもう嫌だよね。もういいです。ソファーとか、うん、消毒されるかなって感じ。手するっていう気持ちが、うん、大丈夫かしら。はい、ってことでバイバイテーマにお送りしましょう。はい、時間よろしくお願いします。はい、じゃあ1曲目はサッコさんが今日聞きたい曲を出してもらいます。はい、何ですか。こうしちゃってルンルン的な感じの曲です。うん、じゃあ AKB さんで、うん、するポーズください。どうぞ。雨だから、うん、テンション上げる上げる。卒業生ってもう18歳のことたちとか先生、何行こうぜ。ないんすか。中高も一緒に入られてるからね。会社の飲み会で一緒に。あ、卒業生がこっちに来る時もあるんだ。そう、食べてる一緒に先生としている。何かある。あ、ずっとみたいな。解かれたりしないんですか。ないでしょ。いやだ。やるじゃない。一番最初のセットでも、ハッから話してるから。うん、そんな、絶対ない。私がこのセットたちとくっつける。え、つけよう。うるせえです。こんな感じ。あるかもしれない。いいですね。そっちがちょっと生徒
ぱいあるじゃないですか。先生にこの先生に言っちゃいけないと先生の間でもそこそこあの大学先生と近い中学生で女の子を乗せてて乗ってくるのがこう、あ、じゃあそう、え、ドッペルゲンガーあ、またレイはい、チーム行きます。全部ありました。違う違う、フェイス猫舌だからシャキッとして撮られるというか、なんか写真んあれ潜在写真今前撮ったやつ、え、前撮ったやつさ、これ書いてなくて、あ、じゃあ撮ったやつだから送ってくる。どうやったら、この第2個に終わる終わられてる、もう撮ってもらって、3個撮ってるもん笑ってないか、本当に撮ってない、笑い方の顔とかいいんですよ、それはそれで ビバートお送りしております。コスコサクエ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 クのするフォーチュンプキって言うてさ聞いてたんだけどもらえるお腹空いたよって言ってたしね。皆さんお昼ご飯何食べるのかな今日。あ、じゃあ食べるじゃあそっか12時からお盆の残りのやつ食べてるじゃん、うん、残り食べてるのかな。残りでいいね、食べたい。ちょっと食べたいね。今日テーマしてバイバイ、うー食いということで、うー食いということでバイバイ。けどレイさんがレイの歌を歌ったので、うん、マジでどうなったらレイとバイバイできましたってそういうまね幽霊レイさんの部屋にすごいないですかそしたらレイが3回のクライアントにお父さん3回引っ越して玄関に盛り戻してきた。きっとレイはお隣引っ越したねお隣さんがごめんねって怒られたからレイさんを幽霊が引っ越ししたっけ。あ、僕のやつか。え、でも本当になんかさっきの絵が見える人とよく遊ぶんですけど、うんうんうん、なんかすごいですよね、本当に、うんうん、何が見える人たち、なんか普通にちょっと話すとかさ、言うじゃないですか、うんうん、あ、話す、わかりました、で話すちょっと話してみるからとかを言うのを聞いてて全然見えない私たちから、うん、けど、うん、多分普通に言ってるんでしょうね。あー、そっかそっか、怒ってるからね、ことでしょうね多分。どんなことでしたっけ。あ、ギターおられたんだっけ、ギター倒れたんだっけ、なんかありましたね、怒ったって言った、うん、バイバイです、バイバイですね、バイバイ金ですよそうそうそう。シュプリさん、実は山手線で私にそっくりな人、なんか私シュプリさん多いんですよね。なんだっけ、通常に3人ぐらいいるんだっけ、はいはい、自分と同じ顔が3人どころじゃないんだよ私、あの10人ぐらいいる、10回言われて10人ぐらいいるみたい。もうよく分かるよ、よく分かるよ、本当に。あんまりね個性がないんだよな。そうそう、なんか個性的な人って、うん、顔に個性差はあんまなくて、みんこう髪の あーなるほどね、服装とか、あ、そうかもね、ゲームとかじゃない、うんうんうん、そうかもね、ゲームとかじゃないかもね、うん、あれ、作る個性的なことあんまり見たことない、うん、ですよね、うん、前でって言ってもね、うん、そうなんだよね、雰囲気含めなのかな、じゃないですか、うん、
私がぼんやりしてる感じがするから、私っぽいのいっぱいいるだろうな、たんな。いそうじゃないですか。私、個性が、ね、ないか。あれなのかね。セイラさん、個性的ですよ。言われたことないよ。性格。性格？あ、性格っておかしいもんね。超個性的ですよ。うん。まあ、今までだよ。うん。もらえると。本当ですよね。そういう。サゴさん。個性の塊って言われるんだよ。うん。サゴさんも塊だよ。セラさんも塊。まあ、じゃあ、あまり、今日久々のゴリラじゃね。ゴリラじゃね。いいです。塊同士のゴリラですよ。うん、はい。タイゴさん。はい。今日は、夏祭りだから、結構集まって準備してる。ああ、だから買い置きなんだ。なるほどね。みこし、いいですね。みこし書いてに、ちいち、なんとか、みたいな。昼はそばって、で、あ、そば食べたいね。いいね。わわ。そば食べたい。いいですね。うん、沖縄そばじゃない。あ、日本そばそば。そばそばそばね。沖縄そば食べたいかいね。ね。うん。はい。あ、その、さっきのね、幽霊バイバイの話の流れから、リーニーさんやっぱりギターを倒されてペグを壊れて。うわ。ギギギね。ほんとに。怒られるよ、そりゃ。ね。人間も怒られるの。その流れ、大悟さん。僕の会のやつで、喋ってるのに窓の距離を見るのって、何してんのって聞いたら、生首飛んでる。そうなの、見る人大変だね。生首飛んでる。大変でしょう、多分ね。生首飛ばしてる幽霊さんは何人のアップなんだ。かまってほしいのかな。なんだろうね。俺いるよ、どうみたいな。そんな感じね。人生クリバントさんにくれました。ありがとうございます。ありのままが一番できてますね。はい。もうレイより強いレイニーさん。あ、レイニーさん。かけてるんですね。なるほど。すごいね。なんか褒め合ってるって。あ、個性的だって思った。うん、個性的です。そう。うんってさ、順々ぐらいに人にそう、道具はないな。言われる。自分の友達に似てると怖いゆっくりであっちにいなかったこんなのばっかりちょっとなんか痛いけよあれかあおお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 おそうなの。はあ、うん、まあ見て覚えやすいのが一番じゃない？うん。第一印象あるし。確かに。って感じでなんかバンバンの名前がねないなり、大事になり。うん。タコさんもバイバイしたこと。捨ててたものバイバイしたもの。しがみ。うん。しがみに。しがみ。何に。全然。そう？いっぱいあるんですよ、もう。これは全部捨てられないもの、うん、ダメなんだ。いっぱい捨ててもいいですよね。捨てる。あります？バイ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 ねえ、ほんとね、そうだね。あるよ。あって、けど、多すぎて。いっぱいあるね、確かにね。くさくさ。でも、だんだんクリアしていくんだよ、みんな。うん。一番はできないけど、一個一個なんか、一ヶ月に一個ずつ、なんか捨ててるよね。なんか捨てる気がするよね。うん。うん。あ、ベアコさんが言ってるよ。しがらみの言葉よく知ってたのって。なんか、野菜言われるんだ。しがらみをって。私、捨てて、絶対物と、捨てていい人。以外に。あー、それはある。捨てて、私は今年のテーマです、それ。固定観念で。あ、捨てる。捨てる。閉めるってない。そう。今年のテーマになってて、うん、で、今まで、これこうこうとか思ってたものを、ね、全部、捨てるにして、うんうんうん、例えば、今まで選んだことのある食
楽しいです。やっぱり楽しい。やってみよう。あの本当にちょっとしたことからでいいんですよ。いつも味の何か食べるから始まり、うん、いつも通らない道通るとか、うん、いつも行かな、しゃべらない人と喋る、うんうん、超いい、面白い。やっと、うん、おばあちゃんたち、うん、つけてくるんですやっぱり、うん、これだよ、もうお互いに捨て若者で私たちもこれ聞いて、うんうんうん、意見も聞いてから、うん、うまく今の時代を取り入れていくみたいな、うん、今今年私のです。あと4ヶ月じゃあねえ、コペがね、そう、なんか沖縄って土地が、うん、じいちゃんばあちゃんと話しなさいが多すぎるから、うん、やっぱり特にこの先そうじいちゃんばあちゃん神みたいになってるから、うん、そんなにって思っててもやっぱばあちゃん言ってるかなみたいになりがちなの、まあそういうのもそうそう、ね、自分の、うん、考えを一回見るのも手か、特に大きい。で、それで話して、こう、いろいろ聞くという。そう、やっぱ、じいちゃん、ばあちゃんはね、で、だから、絶対これをこう。そう。若い人も、なんか、今、そうかも、ね、そうかも。今年ちょっとこうやって、うん、思って。大体見る。うん。はい。割りたいとまではいかないけど余分な、うん、これはみんな思ってる、みんな余分あります。あ、大きが別の体重の体重ぐらい、何キロですか今は、10ぐらいちょい、むしろは、むしろちょっと細い。気は、前半ぐらい。で、あの時、体軽かったな、今思えばね。もし、動かないから、動きにくいので。私、今、51。これ、テラさんと。多分センチぐらい、ちょもっとか、もっと、うんうん、私今の体重、そう体重だと思う。合ってる、さ、捨てる脂肪、いらない、垂れてる。されるんじゃない？メイクじゃなんかこういう強制整形はでも量で形だけ形の痛みだからならないな。生きたことある？ない？あね、本当にね、固定される背中からから。うん、さっきもね、おっぱい今さ隠しただけ。そうそうそう、はい、でそれ毎日続けて、うん、同じ位置にいるから、うん、で来るらしいんだけど、そんなたくさん試したやってみます、うん、せっかくあるから行った方がいいと。メイクものが提案、うん、されてる人への貧乳
しい。お会いしたい。シュプリームさん。眠って囲まれてるんですか？からだから。やっぱみんな、あれじゃない？シュプリームさん食べた。5だから、食べた、いっぱい食べた。うん。だから、富豪だったら、買っちゃえばいいんだ。あ、富豪買っちゃえばいい。富豪富豪。でも、いくらだったら、好きだったら、でしょ、うん、富豪で、多分。のどっかの、でしょ多分。うん。六本木のどっかに、あとなんか、このぐらい、感じの、これやったんですか、また選手気がする。ああ、山本さんは、声があるということを誇るべき。もっこりに思う。おっぱいがあるだけで素晴らしいんだ。だよ。山内おじさんはいらない。うん。男ってでもいる人いるよね。泣き。みんなおっぱい分け。うんうん。まあ、っていう話。でもいいってことですよ。意味じゃない。おっぱいないって。つきた目立つから嫌って。でもおっぱい胸毛。あ、そう。すごいな。ガムテープ貼ってビリッて。よく見せてきます。うん、そうです。あの、人用サロンです。いいんじゃない？やっぱそっち。そっくりしそうじゃん。みたいな。でも、だって。ああ、そっか、でも、ジョリジョリ。見たときに。ガッてなって。お父さんにされてる意味がこうすらトロンボス質問してます。ほうスライトホースラーここが多いんじゃない？だって、まあ、生活してれば1時間くらいは寝る時間、うんうん、くらいできるんだったら有効か。そう。え、でも、は、ちゃんと、イメージで、ミクロと、あの、単純じゃないですか。フルで、あと、思い。だ。メールが来てる。あ？が読んでいいですか？お願いします。うん、恋するサッカー。うん。筆記用具でボールペンというものがある感じです。うん。は、10年くらい前、同じものを持って、最近、人で取ることが多かったり、そして、うん。普段は愛用しているするの、パソコンの操作の教えを書くのに変がない見せるものです、うん、この音を自分の空間に入れてました、うん、そしてからもう一度操作を書きました自分の疑い何回も音を見てでもっていたらこのヘルボールペンとこの摩擦熱で、うん、らしく私の車の中には火に当たるのが伝えられます、うん、ノートでよかったのですが金で売られているものでできるで書いていたのですエレクトロニックが読んでしまいました
こんなボールペンを持つのは、文字が書いていたらペンの意味ということで。そうよね、あれね。そうそう、あれはどこに自由があるかの主張とかじゃないですか、主張とかか、大事なものあれだ、うん、うん、なんだろう、どういう場面なんだろうっていつも思う、主張学校どうだろう、だろうね、思うときね、音確かにで消えちゃうね、え、うん、太陽の下とかに消えるでしょ、消えちゃうね、ね、消しゴムだけで、あんまりなさそう、手でか、うん、わけです、はあ、もう一件来てます、そこですか、よろしくお願いします、ビバラジオ。そうです、ごめん、セイラさん、こんにちは。リスナーに病んでいると思われる。え、ビンだよ。え、すごい。ビン。そしたら、病んでいると思われていますか？教えてください。からですね、誰病んでるように見えるんだ、デラデラってみたいなのが来ました、手なのかな、手術されたの最近も、もっと上げろと、うん、いつもニコニコでもっと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 テンション上げて、うん、難しい、別になんかね、こなもうちょっと上げろと言って、テンション上げろって言われて、まずね、うん、難しい、待ってはいにこに、こになんかそのうん、あの、うん、あります、あります、ちょっと感じじゃないですか。もう、急に、多分、来ると思うんですよ。うんうん。そのまま、はい、ゆやさん、めっちゃ、っていう感じがいるので、うん、みんな、うん。テンション上げてる。はい。リアリってば、じゃあ、うん。ちゃうよ、生き方、そうですね、その方がいいよね、でも営業っちゃうと、うん、無理やりか、無理やりこんにちはとか言うんだよ、営業にはね、そんな美味しいものあげる、いつもがお願いします、はい、曲が来た、あ、そうです、なんか来ました、来たシュプリーあるアリーレジャーカットどよいエールを入れた復活するテスト気にする人生を送りたかったです。うん、やっぱりっていう
普通な日でも楽しくしよう。寒いな。ダブルっていうか。戻ってみんな1年ちょっとね、ここに浪人って仕事しながら の方が今流れてゴリと同じで鮭ゴリと私が来るときタイトル変えゴリラジオハングのやつも撮ってどんどんゴリラのなんかかっこいいのゴリラっていうタイトルゴリラミリ味というの後ろで流すどうですかこれ人生の人ですねゴリラゴリラかけないすごいねのゴリラというね、研修に、ごさくしたと、見ておいたぞ。山内さんに褒めてくれてた。もっと、もっと違う。ね、山内さん。見れないです。人間だ。人間格ではちょっと見れないです。なんか見れない。込められない。そう。白すぎる。で二人。久しぶりにいると思ってたけど、そういう言ってたね。思ってなくて、そこ、おるみたいな雰囲気が出てる。しょうがない。感じです。いいコンビ。と思い。おいしいんじゃ
絶対。もう筋肉ガタガタっているんじゃない？ちょっと分かんないけど、性的に人とか。いました？いたね。一つ最初標的になったのがいるっていうのは見てる。いる。やってる本からね。うん。と思います。だから、前とかやばい。そうそう。私もね、やってしまえば。本人も、いいんだよ。とっととやめたらいい。ゆとりだ。ふる。そんな普通。もう、これは、私、自分が、まあ、いるが本当に天使人がどうかあのトラックここに会社とかがなんか周りが不意に言ってくる理由全然、って思う私はこうあちょっとなんか私も私的な仕事なんてあるうん、そうだよね。しかも今、不足。うんうんうん。おじいって。うむ。そうそう。なんか、裏の森だ。そう、これ、入ったから、うん、この仕事が、ね、そうだね。うん。仕事が、本当にね、入って、向いて、ずっとだけど仕事裏がそう大きくできる、ね、そう固定感、ね、いらないとそうだよだからすいません自分のところがうんもう働くといけないもう私働くといけないよだ聞きなさいってもそうね、うん、結構真面目な話なんか裏ではあ、佐々木健ですこんにちははい、です佐々木さんうん、私女の子は好きせっかく佐々木さんが初めてパグくらい似てるのいやもうはい。皆さん、ここは来ましたね。ここは書いてない。か、そういうこと、もう、え、何って、無理ですよ、今日の。うん。あ、実家さん、あ、慣れているんですけど、今、心に。ねって。そういうことって、いっぱいも、仕事あるんだし、と思ったら言っていいと思う。で、沖縄でも会わなかった。そして、よかったらまた、行って。でもいいかも、うん。選びたい放題ですよ。今日なんて、君の知ってる人あんまいないでしょ。まあ、知ってる人でもいいしね。気にしない。こんなっちゃうし。すいません。知ってないから。うん。もう。ね。あ、本当にでも食べること、うん、変えてるじゃん、うん、だから呼びされたんですけど、本当に失ってくるってだから僕は行くお前なんか言う人そうだねみんなはバイバイしてくださいそうだね、バイバイ楽しくゴリラよ。とにかく聞くゴリラには豚ゴリラになってる。レイン地球さんのブッラ。何ゴリラって言った私、ブルーズしか知らない。はい。窓って、
day and day か。のであらら話しましょう。じゃあゴリラの。すみません。はい。で、ジミンさん、そういうレジ打ちしようかな。なんだ、あの、から出てくるかな、最近。あの、帰ってきて、昨日、この、で、で、釣りだったんですけど、7千ぐらい。下がるかも。ぶっ、ま、けど、一回うちの、ご、ですよ。と思いました。あ、そう。あ、だから、あ、そう、飛んでいくのがいいんじゃない？さん、じゃあ沖縄に帰るのが強く。そういうもんですよ。みんな、うん、る一二かもとよくね。あ、だから目的をするっていうのをようにしてちで生きてるだけだから。うん、そうそう。にかるべきだわ。うそうです。オッケー。あの何ツール聞こえるのかな？聞こえるの聞こえない。聞こえた。はい。あ、みやこさん。テーマが全然読めない。じゃあさん今日。バイバイ。今日もで、たに、だが、そう、バイバイ。いや、番組はバイバイだよね。皆さんで続いて、TM ネットワークは、と、アルバイトそんな、と、さ、なんか、出すじゃん。はい。なっちゃん、仕事に戻るわ。頑張ってください、うん、そう、あ、うん、レイニーさん自分東京で生きてるかもしれないなじゃない、うん、楽しく意味ないもね、それだけじゃないって特に育った子たちはあの子もそうだし、みんなもそうだし、環境で育ってるじゃない、うん、学校にもしたけど私ここで育った建物が専門やっぱり苦痛になるってさ、めっちゃ狭い箱詰めの音も聞こえるだけでストレスになるから、楽しみがない状況無理するのはで楽しい、うん、どうせなら、東京ってわけじゃないけど、そう。環境ね。なのではない。いや、なんか BGM あって、聞こえもへっていうかな。もう最後に、みやちゃん、失敗したいものです。特に腹。他の曲はね、本当に、本当にすぐ落ちる。超猫背だから、うん、もちろん本当に深いとこだ。あとお腹に行くのはこうん、みたいな、ちょっとだけでもとお腹一番痩せる、うん、気の下なくなる、うん、にする、うん、
大きめのやつ。うん。うん。お米ちょっとおついて。お腹別にお腹の。あそう。あのぐらいじゃないですか。ちょっと普通。あれの時。いいんじゃない？あれ好き、美味しい。お腹わからない。はい、まで働いてたんですけど、ヘルプで取った唯一の楽しみに秋葉原ですね、うん、戻りたい。そうだね、秋葉原仕事なんかつる。うん、うん、みんなは、うん、だったらないのかな。ああ、うん、ね、うん、ね、わかってられる人が多いと思う。人の心のよりどころがいたらいいよね。うん、で変わるもん。子供が何も戻らない、腹に肉がガガガガ飛んでるんです。あそこの声は確かに、ね、出しようぜ。あそれそしたら痩せる。ただこの2人言ってるかもしれないです。ファッションの認識し、うん、いつね、確かに。なんだよね、詰めたら新でしょ。うん、あと、平常だって、うん、うのみに沿ってると、やっぱ、だけで、ストレスがね。テスト曲、ゲームの中に入れて、この、ま、ね。バイバナをしでもレスのみんなレスはちょっとしまあのね、レス街中で勉強してるまあ思うだと思うんだけど、この形にないものもどうか持ってって形でお願いしたら、だから、霊柩車に、あ、自分の悪いもん、すいません。でも、また、たった今で、それ、任せるのね、悪い意味。いいんじゃないですか？でしょ？あ、見た方がいいの？知らない。で、こういうふうに使う。皆さん、試してください。使う。非常に。皆さん、お金を買うかな。何を思ったの？持ってんのか？思い出から捨てたいんじゃない？でも、怖すぎて。あ、本当よね。うん、20秒。皆さん、そう始まりました。うん、あ、開いてる。開けますね。うん、あ、今週明日、あ、あ、うん、
あるね。多分来週。